皆さん、じゃあ、タネ日照簿記2級に関するガイダンス講義を開始いたします。えー、担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということですね。あのー、今日はですねあ、これからまあ日照簿記検定2級の学習をですね、ご検討いただいておられる皆様方に、えー、おおむね、 30分程度ですね、お時間の方をいただきましてですね、まあ、一応あの、の今日のタイトルが、あ富田の2級に合うというタイトルをちょっと使わせていただいておりましてね、まあ、要はあの2級の、日照武器2級のですね取得メリットってどんなものがあるのということをですね、えー、少し概,概要としてお話をさせていただくというのが、本日の、まあ、講義のです、ねえー、主要なテーマになっております。 まあ、とは言っても、これは、あの、あくまでも勉強ではないので、まあ、少しね、気楽にと言ったらあれですが、あー、二級の勉強やるとこんな利点があるんだよ、というようなお話をさせていただくのが主軸になりますんでね、まあ,あ、今後の検討を進めていただくにあたってですね、一つ、 ご参考にしていただければ、まあ、ありがたいとは思うんですが、まあ、本当に概要の部分をお話しさせていただくようなところになりますんでね、まあ、本当に気楽にあのリラックスしてです、ね、お話の方を聞いていただければというふうに思うんですけども、まあ、あのおそらくです、ね、本日のこのガイダンスご覧いただいている方々の多くがです、ねまあ、日商簿記検定の3級をとりあえず勉強を終えられたという方であったりとか、まあ、あとは、ねえー、これからまあ3級2級と続けてやっていこうかなと。 いうににお考えになっている方々まあいろんな方々おいでになるかなとは思うんですけどもいずれにしてもですね、まあ、この日商募集検定の2級というものを一つですね、えー、学習の候補としてまあ少し検討してるんだよという方々が対象になられるとは思うんですがあのー、まあ これはもうだいぶ前からですね一昔前からどころじゃないです二昔なのかあそれより前なのかいうところもありますけどもまああの伝統的にというのはな古典的にこの日商武器検定の2級というのはですね一つあの就職活動を実施する際の、ねえー、履歴書に書く武器としてまあ使えるのは2級からだよというふうによく言われます。 えー、これは、まあ、例えば新卒の学生さん等でいらっしゃれば3級とかでもねまあ一つ当然ね、えー、武器にはなりますよっていうところにはなるんですけども、まあ、社会経験をお持ちの社会人さんでいらっしゃるとおういうような方々あなどはですね、えー、基本的にまあ州というか転職活動などなどを主軸にらえた場合にはま一、あ、つねやはりちょっと3級では弱いところもあるので2級ぐらいのものを身につけといてくださいというようなところにね昔から言われてる。 だからもう僕があそれこそ若い時二十数年前の学生を終わってですね社会人になりましょうというぐらいの時からやっぱり一つの目安としては2級ですよというふうに言われておりましたんで、まあ、今現在でもそのね、えー、傾向というのは基本的に変わらないのかなというところはあるんですけどもお一般的にそうですね、就転職活動ということを前提にした場合にやはり 今申し上げた通り昔から言われてる2級ぐらいの知識を持っておいていただいた方のがまあ一般的に言うとこの経理事務職ですねこういったところへの就転職活動をご考慮いただくにあたってはまあ必ずしもね簿記検定を持ってるからつってすぐ実務ができるかって言ったらやっぱり実務は実務でねその会社その会社のやり方もあるし慣例もありますから。 あそういったところは仕事入ってから徐々に徐々に覚えなきゃいけない、ね、覚えなきゃいけないものにはいっぱいありますからね別に2級持ってるからって言ってすぐ就職ができますとか転職ができますっていうことでは当然ないわけだけどもただ僕ですねあのこのレックでの講師以外にですね、えー、税理上人傘下のコンサル会社の方でまあちょっと非常勤という形態ですけど役員もやらせていただいてるんででうちのクライアント様 あお客様等々のおこれねちょっと就職活動、まあ、正確に言うと採用活動ですね、えー、経理職等に関する採用活動なんかの、まあ、評価に関するアシスト業務も少しやらせていただいておるんですよ。でその時に先様、まあのです、ねえー、採用ご担当の方から「募、ま、金、あ、ってどれぐらいのハードルを設定した方がいいですかね?」と。 まあいうことはよく言われるでよく言われるんですけども、まあ、やっぱり聞かれればね一つ伝統的には2級じゃないですかというお話は僕もするんですでその時にまあ採用担当者の方もですね最初おっしゃってたのは「あの別にでも募金って持ってるからってすぐ仕事できるわけじゃないもんね」っていうふうにおっしゃるんですよで確かにそうなんですそれは間違いないね工藤だけども日々の業務というのはやっぱりね、えー、会社のやり方ルールもあるし えー、さらには業界の慣例もありますからそういったものはやっぱりねノウハウとして身につけておかないと実際実務ということをやろうっていった場合にはやっぱなかなかね対応できないっていうところがあるんですがただ僕はねあのそういうお話を採用担当者から頂い,いた時に必ず言うようにしてるのはじゃあ簿記検定の知識は持ってないけども実務経験だけ5年ありますそういう人取りますそれにしましょうか 言った時に、まあ、僕はあのー、どういう人を取るかっていうのは会社のねやっぱり、えー、基本的なスタンスがありますからそこは最終的に僕がどうこう言うことではないけどもただ間違いなく言えることがありますよとただ間違いなく言えることがありますよと私は実務年年やってきました15年やっっててききままししたたじゃあ実務経験を10年15年積んでるにもかかわらずなぜそのお仕事を通じて身につけた知識を客観的な評価対象となる 検定資格のこ得こういったことにつなげなかったのかというところは聞いた方がいいですよと。だって当然のことながら自分の能力を提供して対価としてのお給料をもらうということですから当然のことながらまあ仕事を通じてね日々の業務を通じてえ当然のことながらあいろんな仕事のやり方を覚えておられるわけです。でそそううなったらば当然ののノウハウハというものもね 当然会社の中では評価の対象になるですよこともだったらばそこで身につけた経理の業務というものがい,いわゆる一般的な概念としての会計知識としてこれだけのものが身についたってことを何で評価を受けられるような検定試験を受けないんですかそれはと、ね。いやでも別に検定なんて関係ないっていう人っているんじゃないのと言われますけどもじゃあそういうスタンスの人を取っていいんですか 僕は必ず言ううよにしてます別に僕こういう商売やってるからあ資格予備校の講師をやってるから言ってんじゃないんですそうじゃなくってねですかしっかりと日々の業務を通じて本当に経験を積んできて能力を高めてきたんだという人であるならばそれを客観的に測定するために一つ資格試験というものはやっぱ想定するんじゃないですかと僕はですね思うんですよ。でねなんで僕こういうことを言うかっていうとね採用担当の方はそういうことを何で言うかっていうとね 先のことを考えていいいですか一つそういったたススタンスは持っっ方がいいいんじゃないですかって言ってるんですっていうのもねこれは僕がやっぱりですね社会人になって、えー、しばらく経ってとある先輩から言われた話なんですけどあの経理とか人事とか会社の中でですね当然のことながら重要な業務を担ってる部署ではあるんですがこれ間違いなく言える話としてですね経理職や人事職っていうのはい外に行って金を稼いでくる仕事ではないんですよ。 外行ってお金を稼いでくるのは営業の方々であったり、そこで営業の方々が販売するための製品を作っている製造部署の方々であったりとか、ね、同僚先輩が一生懸命外に行ってえ下げたくない下げ頭を下げながら稼いできたお金で人事職も給、えー、経理職も給料はもらうんですね。で、僕が言われた話ですよ。僕が言われた話ですけど、経理っていうのは外行って金に稼いで金を稼いでくる仕事じゃないと。 だったらばですか自分が仕事して頂い,いてる給料ってのは誰が稼いでくれてるのかそれは外に行って下げたくない頭も下げながら厳しい思いもしながら外からお金を稼いでくれてる同僚たちがいるからお金を稼ぐことができてるんだと、ね、でそしてそこから自分たちのお給料をもらうこともできてるんだとだったらば経理マンというのは当然お金に関する専門職なわけですから自分の能力をどん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 高めて 会社の中の資金繰りであったりとかねえ重点的に営業戦略を立てたい部分にお金が回せるようなそういった経営計画全般に携わるようなことをやっていくことによって自分の会社をうまく回しそれによって少しでも営業職であったりとか外に行ってお金を稼いでくれてる仲間に対してえお礼返しができるぐらいの能力高めるようなことができなければ経理職なんて仕事はやっちゃいけないんだと。 いうことを僕は先輩にに言言わわれれれたたたんんでですすそを僕は,はっと思ったんですね、まあ、当然のことはシステムとして経理部があり人事部があり村部があるそれぞれみんな一生懸命仕事はしてる。ね,ね確かにみんな一生懸命仕事はしてるけどもただねまあ全部か全部とは言わないけどもねやっぱり経理職とかになってくると日々外に行ってお客さんのところに行ってですよねえー、いろんなことで怒られたりとかあそういったことはないわけです。 ないですよね基本的にに社内にい,いんだからでしょで当然のことながら日々やっていく仕事は大変だけどもね大変だけどもですか外回りをしてくれてるような同僚に比べればやっぱり負担で少ないです絶対。だったらば楽だとは言わないけどもねですかそうやって外からお金を稼ぐような努力をしてくれてる同僚たちに少しでもご恩返しができるように、まあ、言い方変えればあれらが ね、ああいう男が経理職で一生懸命仕事やってくれてるから会社の中でお金もうまく回るようになって、ね、商売も順調にいってだから僕たちの給料も上がったんだそういうふうに外回りをやってくれてる人たちに対して思ってもらえるような仕事をしなきゃダメだよということは僕言われたんです。でそれは僕今でもずっと思思っっててててね確かにそうだなとととます社会システムとして当然経理という業務は必要です。で、必要なんです。けども えそれにやっぱりね、まあ、あぐらをかくつもりはないだろうけども、ね、システムとして必要なことは私はやってんだと、ね、仕事でやってんだから給料もらうのは当たり前だとそれは僕ちょっと違うと思う。だから本当にですかあー日々の業務をしっかりこなせるようになったんであるならば自分がね すか身につけたと思っている能力というものを客観的な指標となる資格取得を通じてああ確かに私はここまで来れたんだな僕はここまでの能力を身につけることができたんだなっていうチェックをやっぱ取っとくことで必要だと思うんですよ。で表現はよくないかもしれないけど結局のところ会社の中だけで自分の仕事のやり方満足してたらそれいのなんかの数ですから世の中周りを見てもらえばもっともっと優秀な経理マンいっぱいいる。でね皆さん一つこれはいい例なんでちょっと興味があったらね いろいろ調べていただくとわかるんですけど、同じような会社でも経理マンの能力一つによって会社の業績ってガラッと変わるっていう事例はいくらでも世の中ありますよ。例えば今やねビール業界まあちょっとね最近若い人はお酒飲むの人が減ってきて大変だとは言われてますけども今ビール業界でねね、えー、朝日さん ね、スーパードライヤー発行してるのはあー朝日さん朝日さんあるでしょ僕も朝日ビール大好きですで朝日ビール大好きですけど朝日ビールさんなんていうのはものすごくねものづくり、ね、職人さんがものづくりをする部分については昔から高い評価があったんだけどかつての朝日ビールさんっていうのはちょっとやっぱ経理とか弱かったんですね経営企画なんかが弱かった。 でそれが弱かったことによって高い高い技術を持った従業員さんたちを抱えながらもなかなか会社としてうまくいかない時期があったんです。でそこをですね立て直すために銀行団からね樋口会長と呼ばれる方がもう亡くなりになってしまったけどね樋口会長と呼ばれる方が降りてきてであの方々は優秀な経理マンを引き連れてねっで朝日ビールに降りてですよ。 ね、もう「惰性的に」という表現は良くないかもしれないけど慣例としてやっていた経理手続きを全部ガラッと変えさせたんです。でそれによってですねお金を作り出すということをやったんですよ。 でできたんです、まあ、3級ぐらい勉強した方はお分かりだと思うんだけど例えば原価衝撃の計算生産設備としての機械とかあるでしょ原価衝撃の計算っていうのをですかそれまでもう何て言うのかな本当に慣例的にただ単純に低額でやればいいじゃんみたいな判断しかしてなかったんですけどもそういったもののやり方を変えることによってね実はちょっと短期的には会社の中にお金を残す技法っていうのがあります。 でそういったものを駆使することによって社内にお金を作ってでその財源を使って何やったかっつったらもともとアサヒビールさんっていうのはそれだけね非常に優秀なですか、えー、お酒好きな方々に受け入れられるようなビールを作るだけの能力があったんだけどそれをやっぱり広告宣伝するためのお金がなかったんですなかったんだけどもそこで作り出した財源を使ってバーンと広告宣伝やってでそれが当たってですよ。 アサイビールさんはそれだけじゃないけども業績給付回復で今やねそんな昔ちょっと危なかった会社ですよなんていうのは見る影もないところまで来てるじゃないですか。でしょでよくない例で言えばちょっと社名は出さない方がいいかもしれないけどもとある航空会社まあつったって日本にそんなにいっぱいあるわけじゃないけどねえもうほぼほぼ親方日の丸的な航空会社が2個あるじゃないですか。そののうちの1個は一旦破綻しましまたよね で、破綻しましたけど、あれはいろんな問題がありましたけどね。一つ大きな問題として言われてたのは、まあ、経理が弱い。まあ、それはそうですよ。だって。親方日の丸だから。ああ、基本的に何かあったら国が守ってくれるっていう。体質なんで経理担当お金に関するね。ですか？担当役員っていうのは基本的に役員会の末席だったんですよ。あれ、ずっとそんな会社世の中ないからね。まあ、絶対ないとは言わないですけど、欧米企業においては？ 経理担当役員っていうのは CEO の次に次ぐね、ナンバーツーが CFO ですから最高財務責任者、まあ当たり前ですよね。えー、昔のおたで言えば大番頭に該当しますけども、当然のことながら CEO が会社全体の経営方針に関する総括責任を持って、トップがこういうことをやりたいね方針打ち出すじゃないですか。でそれを実現するためには当然金がかかるんですよ。お金の管理っていうのはもう絶対重要。だから CEO をサポートするのが CFO なんです。 最高財務責任者だ。一般的に欧米では財務責任者っていうのはナンバー2を意味する。ですか。だか日本の感覚量と社長がいて専務がいてね。肩書きとして社長がトップで専務がナンバー2でみたいなイメージあるじゃないですか？それと同じなんですよ。財務責任者です。最高財務責任者です。いうのはああの会社のナンバー2でいらっしゃるんですね。というふうに通常は判断されるんですね。そういうもんなんですよ。で、それぐらいね。いまあ、何が言いたいかって言うと。 会社の経理マンの能力一つによってですか、ドカーンと飛躍的に実際伸びた会社ってのはいくらでもあるし逆に言うとですよですか、そこを手抜きしたことによって資金繰りがうまくいかなくなった時にもう転げ落ちるように坂道転げ落ちるようにえ経営破綻まで至ってしまう会社の例もいくらだってあるんですだから経理職ってのは機械的にですね日々会社の中で決まったことやってるだけの話じゃないんですそれじゃダメなんですよ そんなことやっってたら最初の話に戻っちゃうけどねうまくいかなくなった時にい外に出て一生懸命お,さえお金を稼いでくれる努力をしてくる同僚たちに対して申し訳ないだろうと、ね、だからそういうことにならないようにしっかりとお金のサポートをし資金繰りを完全にこなしい少しでも同僚たちにお給料の向上などという形でね フィードバックができるような形でのえ貢献ができなければ経理職なんてのはやるだけの意味がないとですか。わざわざ正社員でそんな人間を雇う必要ないだろうと僕当時言われましたよ。ね、で何が言いたいかっていうとそういうことを前提にしっかり捉えてる方であるならば日々の業務に邁進するそれは当然です。当然ですが常に新しい知識を入れてって自分をブラッシュアップスキルアップを狙おうと思うのが当たり前だと思うんですよ。 だそうなっっててくるととじゃあ私は15年経理やってきましたよとそれは立派ですそれは当然立派なんだけどじゃあそれがねい今の会計の世界から見てい会計の世界から見てどれぐらいのスタンダード水準になってるのかどれが自分の水準なのかこれやっぱり客観的に評価するぐらいの努力はするんじゃないですかって普通に思うんですね。 だから最初の話に戻るけど僕は採用担当者の方に言われたときに実務10年やってますでも募金検定受けたことありません資格のっ,ってないちょっとそういう人僕どうかと思いますよねだって受けないってそういうことでしょって僕は言う当然経理職だっお忙しい方います時期によっては土日出勤もするでしょうねただ募金検定の2級までに関して言えばここ10年ぐらいでいやもう年3回試験あるんですよね6月と11月と2月と。 年3回試験あるじゃあその6月11月12月はずーっと土日出勤なんですかね寝る間もないぐらい仕事が忙しいんですかそんなことないでしょねでそれをやってないっていうこと自体が僕はどうかと思いますっていうふうに僕は言う。ですかだかそれは僕の主観であって別に世の中の人がそれで全てだとは思わないと思うけど一般的に言いますけどね簿記検定とかいいよいいよ実務経験あれば。 言ってる会社さんっていうのは基本的に求めてる人材っていうのかなやってほしいと思ってる業務は本当にですか日々の伝票作業であったりとかそれをずっとやってくれればそれでいいっていうスタンスです逆に言うと上に行く人材はいらないと思ってますそういう前提で人取ってないです取ってないですああこれは間違いなく言えますえうちのね僕が所属するコンサル会社の上は税理商人です税理商人もさまざまな形で事務員さん採用します 採用しますすが根本的にうちの場合だと事務員さんはですねもう基本的に基調代行的な業務だけを専門的にやる方々とそうじゃなくて将来的に税理資格取ってもらってないしは専門資業の資格を取ってもらってコンサル業務を主軸にしてもらう方々はそもそも採用の段階でも分けてる。で極端なし入力業務だけをやるんであれば別に冒険でなくったって僕は構わないだって決まったことやるだけだからでしょ別にそれで何かをしてくれなんて言ってないですから事実を入力するだけですから。 お客さんから上がってきたデータを入力するだけですからだから別に物件でなくったっていいと思いますただ当然ですけど将来的にお客様のところに行ってですねコンサル業務的なものまでやらなきゃいけないそういう人をですよいや10年間事務所にいたからもうできますできるわけないじゃないですかそれは日々の仕事の仕方を覚えてるだけの話であって基基盤を形成する基礎概念がないんだもんでしょなんでこういうことやってんのっわかんないですよ。 単的な話ねさっきの話じゃないですけど原価償却とて行為がありますよねじゃあ、ね、原価償却する目的は何ですか目的ですですか原価償却行為をなぜしなきゃいけないのか言い方があるといする目的は何なんですか使用による価値劣化分を費用で落として資産の価値を把握するためですい。っていう説明は経理担当者具体的にはですね 日々の日常業務をこなすだだけの方々だったらそれででいいですただそれは例えば管理職として何人かの部下を持ってチームをまとめなきゃいけないような人の答えではないあーそれは会計上の目的ではありませんしたがってそこの部分が根本的に分かってない方を上に行かせることはできませんななぜならば 将来的に幹部にしたときに当然企業ですから銀行さんはじめさまざまな金融機関との折衝なども出てきますい？そのときに、えー、経理担当の幹部がそういう認識しか持ってないんであるならばあーそれは根本的に目標と違う現行制度上減価償却やろうとしている目的と違うんですそんな人間を上に立たせるわけにはいかないだから土台が必要なんです そういう基礎的な理屈というものをしっかりと自分の中で理解した上で日常業務を勉強,、えー、勉強しながら覚える人と普段の業務しか覚えてない人は違うんですよただ単純にやり方を知ってるだけやり方を知ってるというのと目的を知ってるというのは全然違うだからそうなってしまうとさっきの話に戻るんだけども日々の業務のやり方を知ってるだけだから何かがあった時に対応できないんですよ。 いつもと違うことが生じた時に対応できないに決まってますだって何のためやってるのか分かんないんだからでしょそういう人を幹部候補として将来的に上に行くことも想定して正社員として雇いますか言った時に僕はやめた方のがいいってそれは言うそれもちゃんと理由も今言ったように言いますですかそれとも大丈夫なんですかずっと日曜業務だけをやってもらえればいいっていうスタンスで正社員取りますかって言いますだったら僕はそれでいいと思いますよ じゃないんだったたらばやめた方がいいいんじゃないですかって言いますだから実務経験と資格の取得とねなんかよく比較される場合があるんですけど比較する方が根本的におかかしいんですか資格は資格で取った上で日々の業務を通じて実務経験を積んでいくこれも一つだろうし実務経験から入ったんであるならばそれが客観的にどの程度の評価を受けられるもので現行の企業会計を考えたときに 自分のののの能力はどの程度のランクに位置しているのかそれを客観的手法として把握をするっていうのは仕事うんぬん以前にプロとして仕事をするんだったら当然の話だと僕は思います。なぜなぜらばくどいようだけども経理職は金を生まないからです自分の給料は外に行ってえ朝水垂らしてね下げたくない頭を下げながら一生懸命仕事をしてくれている同僚たちが稼いできてくれてるんです。 その人たちに対して少なくとも自分の給料に見合うだけのまたはそれ以上のですねですか恩返しとは言わないけども労働サービスの提供ができなければそれはプロではないですかああ僕はそう思うだからそういう人は取らない方が僕はいいとそもそもそういう仕事なんです経理はね経理職ってのはそういう業務なんだからただ漠然とね決まった勤務時間をこなしてね給料をもらってですよ でやりたくねえから残業しねえ、まあ、残業はしなくったっていいですけどもねいたからボーナスもらうの当たり前ってそういう感覚になってるような事務職の人たちっていうのは会社全体で見た時に決してプラスになりません、えー、いてもらわなくて結構だと僕は思ってる邪魔あーだって工藤だけどその人の給料を出すために現場の人たちはものすごい努力してんだから。 無駄でしょだったらばそんな人たちに対してですよ社会保障制度まで含めれば企業の負担って相当なもんになるわけですよ実際毎月毎月の給料20万しか払ってなくったって社会保険料の負担を考えれば278万の負担になってんです278万円も金払うんだったらば別に派遣さんお願いしてですよ20万ぐらいの支出でとどめといて7万円を現場で朝水働いてね汗水垂らして働いてくれてる同僚にフィードバックしたのよっぽどいいじゃないですか僕言います無駄ですよそんなのと。 ね、えー、それはいつも僕は言ってるだから「い経理職を志す人なんだからそれは当然だけどもそういう気持ちを持った人じゃなければい長い目で見た時絶対プラスになりませんよ」ということは僕常に言ってます。で言ってこういうお話をするとまあおおむねですけども採用担当の方はご納得はいただけるまあ確かにそうだよねという話にはなります。 でなりますし、いやまあそこまでいいよというところは大体ですね、さっきの話に戻るんですけど、別に幹部にするつもりはないと、ずっと同じこと業務だけ、伝票だけやってもらえればそれでいいからっていうつもりなのか、であとはそれやりながら、他の業務もいろいろやってもらうって、い、ね、や上に行くっていうことはもう想定してないじゃん、はなから、正社員であったって、別に正社員だから全員上に行かさなきゃいけないなんルールはないわけだけね、えー、そういう話なんですね。 だからそういうふうにね今採用担当者っていうのは基本的に経理職に対しては物事見てると思いますよっていうのもこれちょっと勉強の話にもかかってくるんですけど今現在の企業会系簿記の世界を取り巻くものねこれね、まあ、皆さん方当然簿記の産休やってもらった時にもいろんなルールは覚えなきゃいけないよって,言って覚えていただいてるでしょで覚えていただいてるんだけどこれ実際株式会社になってくるとですね 経理という業務を実施するためにはいろんな法律の規制が出るんです、まあ、典型的なのは法人税法を代表とする税法の規定ですねでそれ以外に株式会社全てが規制を受けるのが会社法という法律の規制になりますこれ企業会計もろに影響しますでさらに皆さんがお勤めになる会社が大企業の場合にはこれ金融商品取引法っていうのも適用受けるし特定の業種については個別業法の規定があります 例えば建設業の場合には建設業法の規定があって建設業法の定めに基づいて財務省法を作って都道府県知事に提出しなきゃいけないとこういうルールがあるんですさまざまな法規法令の規制を受けながら実際経理というのは回っていくでそのどういう経理に影響を及ぼす法制としてどういうものがあって。 どういういいい形で対応しななきゃいけないのかそれは仕事を通じて覚えることもできるけどもそうなってしまうと断片的にパートパートで見ていくだけですから全体の体系がわからないわけじゃないですか。でもっと言っちゃうと法律ではない会計実施上の個別のルールっていうのも実際あってですねそういったものに常に対応できるように経理担当者ってのはブラッシュアップを図っていかないといけないんです。ですかあそういうのが経理職です。で今後はですねその傾向 要はルールの改正がね今またブームになってるんでどん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 今ルール変わってます変わってますから今の話じゃないですけど経理担当者は常に知識を入れ替えていかないといけないだからそれができない人は根本的に経理職としてはもう多分成立しなくなります少なくともですか上には立てないだってルールが変わってんこと知りません僕そんな人が課長だったら嫌でしょ皆さん直属の上司だったら嫌じゃないですかだって何言ったって分かんないんでしょ 分かんない人間に決済もらなきゃいけないでしょそんなバカらしいことないでしょあんなの買いちみえって思うでしょそう思えばなるでしょなるでしょそういうものなんですよ経理ってだから日々の会社の中でのルールはルールで大事当然それは覚えなきゃいけないしそれもこなさなきゃいけないただそれだけじゃダメなんですどん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 世の中今ルールが変わってますでルールが大きく変わってる時代だからこそ常にそれに対してね知識のブラッシュアップを図れるような人じゃないと経理職ってのは務まらないんですだったらば 自分の知識が陳腐化してないかどうかそういったところを確認するための一定を超えるごとに持ってる資格だけど簿記二級は受け続けるとかそういうことやってる方実際いっぱいいらっしゃいますよざらに別に珍しい話でも何でもない一定の期間ごとにやっぱりちゃんとねそういったものを受けることによって自分の知識の陳腐化が進んでないかどうかっていうことをやっぱ確認する実際僕の周りだとそういう方いらっしゃいましたもん。 だ僕はそれを見てね僕も一番最初、まあ、金融関連でしたけどもお経理という業務に配属された時にですねあこれが経理なんだなって僕思いましたねだ僕はその前にどうしてもあの経理というのはなんつうのねこんなあの黒いのつけてさ、まあうん、昔の話ですよそろばん持った細かい人たちがちま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 やってるイメージだったんですよ僕は。あんまりこうなんていうのかなイメージはなかったんですけどそんなんじゃなかったんですか そんなんななじゃなかったその時の上司はそういうふうに僕に話をしてくれたしね、えー、少しでも同僚たちに貢献できるようにしなければお前の存在意義はないというふうに僕は言われてでその話を聞いた時に「ああそうかと」と、ね「それはもう確かにそうだと別に僕がいなくったって会社もあるし」ね、でその中でもお給料頂い,いてるんだから、まあ、少しなりでもね貢献しなきゃいけないなとそうですよ同期に入社して営業なんか回されたやつらもうひいひい言ってましたもそれがないん。だかから僕なんかね お前楽しんでんだからその分勉強しろと僕言われましたね勉強嫌だなと思ったけどでもそうなんですよねえー、みんなで寮に帰って、まあ、借り上げのマンションでね帰って営業なぞもうひいひい言ってんです疲れた疲れた最初の新人研修が良かったお客様のところもあるってこんな大変なんだ、ね、みんながみんな優しい人ばっかりじゃない、ねえー、厳しいこと言われてね泣いてるやつだって言いましたよでも そういういの僕ないんだもん中にいるゃいいんだからねまあ所詮身内の話ですから多少厳しいこと言われたってお客さんに厳しいこと言われるのは全然違うねで、そう考えるとねやっぱり自分のスキルアップってやっぱ考えていかなきゃいけない仕事だよなっていうのは僕その時にすごく思ったんですでそういうことを考えると今言った通りね今どん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 ルールが変わってる時代でもあるんでねその自分の知識をスキルアップしていく ね、いうことはやっぱり考慮するべきだと思うし僕は基本的には日照簿記でいうと1級ぐらいまでは目指すべきだとは思ってます。経理職ですっていうならば。ただ今のの級っってては相当程度正直言って難関ですかな,り難しい、ね、かなり難しいんで、まあ、そこまでのものを全ての人にやれとは言わないしそこまで求める必要もないとは思うけども少なくともね 2級ぐらいのの知識ってのはやっぱ持っててはやぱ持なきゃダメですよなぜならば今現在の試験制度でいうと3級ってのは入門ですからあそもそも問題自体が個人商店会社組織になってない零細事業者を想定して本当にちっこいちっこいちっこいお店を前提に簿記の手続き分かってますかっていうのを問う問題しか出ないんですでも多くの方々がお勤めになったりご自分で会社を起こされる、まあ、あるかもしれないけどもそういうのも含めて大体企業でしょすなわち株式会社でしょ 実際自分の勤務先が個人商店ですって方もいらっしゃるかもしれないけども圧倒的多数の方々はい企業にお勤めだと思うの株式会社であったり合同会社であったり何にしたって会社組織の手を取っているとところが多いと思うんですでそうなってくるとその会社組織を前提に具体的には中小非常上場の会社組織を前提に問題が作られるのが2級なんだから。ということは当然のことながら2級ぐらいの能力はやっぱり維持をしてこないと駄目でしょ。って だから昔から2級っていうのが一つ採用上の水準なんですよ。株式会社に勤めようとしてる人が株式会社の経理の基本を分かってるこれは当然必要な話ですからねっそこを前提にすればやはり2級ぐらいは継続的にね勉強をやっていくっていうことは必要なんだろうとねっ僕はそういうふうに思ってます。でその上でねまあ皆さんちょっとお手元のパンフレットをお持ちの方はねご覧いただくといいと思うんですけど12ページ13ページ。 今般今般というか今度ですね、僕もちょっと2級の授業、経験者向けのクラスだけちょっと担当させていただくことになったんだけど、まあ、僕の写真はどうでもいいんですが、これが見てほしいんですよ。うちのパンフレット13ページです。まあ、お持ちの方はそちらをご覧いただければいいと思うし、あの持ってない方はですね、あのご要望いただければすぐお送りしますんでね、えー、ここちょっと今日触れたいんです。2018年度、ね、今年度です。4月1日以後ですが、出題範囲の変更について言ってでね、 今もうこれまさにトピックで2級の試験日照簿記の2級ってここ数年ですね段階的に大きく出題変更してますえ出題内容がねガラッと変わったでまあぶっちゃけな話僕らが2級の勉強やってた時に比べると今の2級の方の方が相当程度実務に近いでもっと言うと難易度も高くなってますでは難しいんですあ難しいんだだったらやんのやめよう、まあ、それも一つかもしんないけどですか でも確かに問題は難しい問題は難しいんですがなぜ難しくなったかっていうといちょっとね今まで1級なんかでしか出なかったような大企業でやるようなルールっていうものも2級の方に少し降りてきてきるんですでその典型的なものとして、まあ、今年ですね新たに論点加えるもの税効果会計、ね、連結会計のさらに処理が増えるよとかね。 で皆さん連結会計はもうすでに日経の範囲入ってますけど連結会計すなわち連結財務諸表の作成というのを目的に行う会計領域ですがこれ連結ってことはよく聞くでしょう新聞見てても出ますよね、えー、日経さん以外にもいわゆる朝日とか読売とか一般紙ですよねあそこだってたまんでんぐらいですからあしたがって連結会計連結財務諸表っていうのは決して今あ特段専門的な用語というものでもないですよね、えー、目にする機会は多いと思うじゃあそもそも連結財布と何ですか ね、言うと意外と分かってない人多いです,ですか意外ともね日本はもう2、えー、な年もう数十年前から金融商品取引用という法律は財務諸表っていったら連結財務諸のことですよっていうふうに指してますで皆さんの有価証券報告書って聞いたことないですか世間に UFOUFO って呼ばれるやつです、ね、上場企業さんなんかが自分の会社の状況を示すために有価証券報告書っていうのを作ります、まあ、その中に PL とか BS が入るんですけど UFO では 財務諸表というののはもう連結のことですかシ主たる財務省は連結財務省なんです。でその主たる財務諸表の作成に関するノウハウというのはちょっと専門性が高いという理由でこれまでずっと一級だったんです。一級だったんですただ世の中これだけ連結会計がもう先導入されてね浸透もしてるしですか一級にならなければ。 すなわち高度専門職と言えるような1級にならないければ連結全くやらないっていうんだ実務上の知識と乖離するだろうというところがあって日商さんんが今二級に下ろしてきてきるんですだ要は2級ぐらいの方々であってもやはり連結ぐらいは知るべきだなぜならば2級の知識を持った上で2級ぐらいの知識を持っていればい上場企業であっても経理部との日常部務がこなせるだけの基礎概念を持っといてもらおうとこういうスタンスでだん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 ね 今現在世の中で行われているもの昔は1級ぐらいにならなきゃ問わないよって言われてたものが今2級に降りてるんですだそういう意味では確かに勉強は難しくなってる難しくはなっているけどもより世の中でやってる行為要は実務にあってきたんですで世の中に実務,と実務の内容に合ってきたということはそれをね難しくなったから受けるのをやめようでは意味がないんですよ だって今の話じゃないけどもねもう日級は難しいからやんないってことは今現在大きいところだけとは言えんでしょい世の中でやってる会計行為には目を背けて難しいことはやらずにで経理職になろうって話でしょまあなることはできるかもしれないけどなった後に大変だと思いますよ。まあ今の日本の会社だったら一旦正社員になっちゃったらすぐクビにされることはないですけどでもい今。 昔と違ってです、ね、特に、まあ、事務的な業務に従事する方々に対しては普通に考えればですよねやっぱりそれなりの知識をちゃんと提供してくださいよと労働サービスとして提供してくださいよっていうことは昔に比べれば言われるようになってきたじゃないですか。でしょで今の若い方々は昔のことは知らないからあれかもしれないけどまあ今の会社ってねああい,いよい,いよできることだけやればじゃないよね。 育休にしたって何にしたって従業員さん昔に比べれば働きやすい環境を整えようっていうふうに会社さん動き始めてる時代ではあるただそれっていうのは従業員のためだけに動くわけでは当然ないんです株式会社って営利企業ですから株主のもんなんでですか従業員食わせるためにあるんじゃないんでね、えー、その前提から考えれば当たり前だけどもそれなりのサービスは提供します、ね、会社からしてみれば従業員さんに対してもう子育てしやすい環境を整えますよ。ね で転勤だって無理だったら無理にはさせませんよ。どん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 昔にないようなシステムがどん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 作られてるじゃないですか。でそれを作ってることは裏返せばですよ当然ですけどそれに見合うだけの労働サービスは提供してくださいねって言われてるんですからねいやそんなことうちの会社求めてません嘘ですよそんなの嘘ですよ求めてないわけないじゃないだってそれをもし求めないなんていう経営人がいたら株主に罷免されますよ女もん何なんだと。 株主にしてみれば大事な自分の財産を出資して会社の所有者株主になったんでしょでそれで稼いだ儲けをリターンとして得るってのは株主の当然ですけど最大の権利ですからねその株主への分配を減らしてまで従業員サービスだけやるんですか意味ないじゃん。何ののために従業員サービスやるのそれはそれに見合うだけのまたはそれ以上の人材を確保してより多くのリターンを生んでくれと。 そうすれば長い目で見れば株主僕らにも利益があるんだからだからこそそういうサービスを積極的にやってるんですよ。当たり前の話ですよね別に何の見返りも求めずにどうぞどうぞ育児休暇取ってください託児所作りますからどうぞねえ使ってくださいそんなこと言うわけないじゃないエンリ企業は当たり前だけど。ってことは当然のことながら福利厚生の面でだん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 ,だん今の日本は良くなってます。 ね、残業もさせない、ね、僕らの時代は残業なんかして当たり前だし僕らが入社した時有給なんか取る人いなかったですよまだ僕らの時代はでも今普通に有給消化させなきゃいけない社会制度もそうなってきてるでしょだからさせるんですさせるということはやらせる分だけの、ね、当然あなた方の権利ですからそれは使ってくださいただそれに見合った義務を果たしてもらいますよ当たり前ですけどそう言ってるんですよ会社はね それは当然ですじゃあそれに見合うだけの労働サービス企業が求めるサービスの提供できない人はどうなるかクビにはできないでしょクビにはできませんがそのまま背よくったらできますねあげないですかああそうですよねそれもまた僕らの時代は違うことですよ僕らが社会人になってすぐの時代はまだ年功が残ってましたから何年経ては給料いくらになりますそういうシステムがまかり通ってたでも今の日本はほぼそれ壊れ始めてるじゃないですかでしょ だから今までの日本になかったようなシステムを導入している会社従業員サービスを向上させている会社は当然ですがそれに見合っただけの労働サービスの提供をいしてくださいよ求めん決まってますでそれができなかった時にいできなかった時にクビにはできないクビにはできないが上げないといとう判判断断は企業ででででできるでききるるますねできるでしょだから今でもまだ制度としては残ってますけどベースアップなんちゅうのはもうあんなものはもうねえ なくしたのは僕はいいと思うんですよ。一律従業員の給料を上げるとか、バカらしい。ねえ。えー、やってる人もやってない人も給料同じだけ上がります。こんなトンチンカンの話があるかって話ですからね。やってる人は当然多くのミリを得る。そうじゃない人はそれなりになる。これが世の中の常でしょう。少なくとも日本は資本資本主義の社会なんだから、そうでしょう。で、まあ、僕が今こんなこと言ってもしょうがないんですけど。世の中だんだんそういうふうになってるんです。ってことは、それに見合うだけの能力提供ができるように、スキルアップはかんないとまずいじゃない。 少なくとも経理職についてはだから皆さん方にはね経理というものを僕興味持ってもらったんであるならばあるならばやっぱりね実務をを通じて仕事事のノウハウハ身につけるここれはめちゃめちちゃゃ大事なことですそれはそれでやるべきだけどもその上でねですかじゃあそれが世間的に見てすなわち会計全般の考え方会計の世界から見た時にどの程度の能力のものなのかそれを客観的に知っておくってこと絶対必要ですよ。 でそこに今自分が達してないんだとするならばじゃあそれに達するように努力をしていきましょうそしてその能力水準は維持しましょうこれをやっていかなきゃいけないのが経理なんです。だって今言った通り毎年のようにルールーなんんて変わるんだからでしょ特に経理の方々は影響しますけど税法ね法人税法を始めるとする税法税法なんていうのはまあざっくり言うと時の権力者が変わるだけでもコロコロ変わりますからね抜本的思考が。 うでしょまあ税法なんていうのは権力者にとっては最大の権力ツールですからあ当然自分の政策実現のために金がいるじゃあ金をどういったからどうやって集めるかそれはまさにその人のえ政治思想そのものですよ。でしょだから何だっけ今の安倍さんとねあ今の安倍さんと安倍さんの前にあのやっておられた方々いるじゃないですか。あのね、<laughs> ちょっと笑っちゃいけないけどまあまあまあいるじゃないですか。 であの方々と全然考えが違うもんね。全然考えが違うでしょ。ねで考え方が違うから、まあ、安倍さんになってから税法は変わってるしで自民党の中で今度安倍さんの次に誰がなるのか知らないけどなられた方が安倍さんと違うスタンスを持ったらまた税法変わりますよ。変わります当然そんなものは。ってことはそれに臨機応変に随時対応できるだけの基礎力を持ってないとダメなんです。それが経理職なんです。それがが嫌だったら経理はやんない方がいい方んですか でそういったことをやっぱりやっていくのは経理職なんだからそれに見合うだけのやっぱり能力がね維持する努力が必要なんじゃないのっていうことなんですね。でまあ別に僕偉そうなつもりこと言うつもりもありません自分がそういうふうにね常に能力のブラッシュアップができてんのかって言われればできてないところもあると思うもっと言っちゃうと経理はある程度できるかもしれませんけどそれ以外のところは僕人間的に劣ってるんであ,のあんまり偉そうなことは言えないんだけどもでもね間違いなく言えます。経理職って い経理職って一生懸命頑張れば頑張った分だけ絶対世間,世間みんなを幸せにするなんてことはできないかもしんないけど間違いなく自分の会社の同僚たちの生活を少しでも良くしてあげることはできます絶対できますいでこれも僕最後にね一言だけご案内すると先輩に先輩というか性格上司ですけどね えー、社会人になってすぐの先輩上司に言われたのはですねえうちの会社の従業員が生活が厳しいとねお給料安くて生活が厳しいとか子育てでお金がかかりすぎて日々大変だという話を常日頃から言うようになったらそれはお前の責任だと思われてダメだめだと正確に言えばうちら経理部の責任なんだというふうに実感しないとだめだよと言われました。えさあそうですみんなが まあ僕はその言われたときにいや営業の人たちが金稼いでこないからできねえんじゃねえかって思ったんですけど違うと同じ収入でもえ優秀な経理マンがいる会社とそうじゃない会社っていうのはさっきの例もあるけどね明確な差がつくとでことは売上規模がほとんど変わらないねまあ、景気動向に多少売上収入が減ってる場合もあるかもしれないけどもそれが従業員の生活のフラッに反映するような影響を及ぼしてるとそれはそれはですか経理マンの責任だと。 お前の責任だと。社長がどうこうっていうふうにみんなは言うけども、それを自分に対する批判だと受け止めなきゃいけないよ。ね。もっと優秀だったら、僕らがもっと優秀だったら、そこまでの思いはさせなくて済んでるんだから。これは事実だよ。いうふうにですね、僕は言われました。まあその時は言ってることよく分かんなかったところも正直あったんだけど、もう今になって思うとそうだよなと思います。いろんな実例を見てきて、ね。これだけ技術力があってね。 これだけコアななファンを持っててるような会社さんでも、ね、全てが経理の責任じゃないですよ経理の責任ではないけども、ね、もう少し経理がちゃんとしてれば、ねええー、お金の管理というものにちゃんと意識を向けるような経営陣だったらば違ったんだろうなはたから傍観者の立場ではあるけどもえ僕はそういうのを見てて何回も記事見て思った。ね,ねそういうもんなんです経理職って。 だから、ブラッシュアップということは常に考えなきゃいけない。だから、せっかくね、三級ぐらいまで努力して形に残していただいたんであるならば、ぜひぜひ前向きに。 2級の試験というものを考えていただいて形に残していただければというふうに思いますちょっとよもやま話が多くなって長くなっちゃったけどね、えー、とりあえず私がおすすめする2級の検定試験、まあ、2級のトールってこういうことなんだよっていうのを少しイメージ持っていただければなということでお話をさせていただきました。まあことですけどどん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 実践的な知識実務対応の知識というものが2級の試験降りてきてます。ね、少ししし合格率もも下がっっててます難しくはなってるででょうでも それは言い方変えれば経理職、経理職の方々に求められている能力が高まっているということなんです。別に簿記検定試験だけは難しくなっているわけではないんですね。ですか。ちょっとやりすぎの感も正直ありますが、でも間違いなくなのは経理職を求められる能力というのは高まっています。絶対的にですか。ああですから皆さん方、そういったことも踏まえてね前向きに2級の試験というものをご検討いただけるとありがたいと。 思います以上,以上をもちまして本日のね二級ガイダンス講義はおしまいになります皆さんお疲れ様でございました